赤十字の表彰石巻赤十字病院は宮城県石巻市にある医療機関である。日本赤十字社宮城県支部が設置する病院である。石巻日赤病院とも通称される。病院は三陸沿岸道路石巻小長川 i c に隣接している。2015年10月までは救急車緊急退出路が設置されていた。 三陸沿岸道路の北への延伸とともに、診療対象となる居住エリアの広さは年々拡大している。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震、またそれに伴う津波の影響で、石巻市は甚大な被害が出た。発災と同時に、石巻赤十字病院は災害拠点病院としてあらかじめ用意してあったマニュアルに従い、 全職員が配置につき、トリアージと治療の準備を完了。多くの救急患者が運び込まれ、最大で震災2日後には1日1251人もの、急患が運び込まれた。病院は、ロビーのソファーや、廊下の床も含め、運び込まれた患者と付き添いの親族らで一杯になった。本来、石巻市では地震などの災害時 市内116の医療機関が連携して対応するはずであったが、大津波の影響により、旧北上川川口にあった石巻市立病院を、はじめとしたほぼすべての医療機関が、機能停止。大津波の到達もなく、また、災害拠点病院として、自家発電や緊急時の水などを備えた、石巻赤十字病院が、石巻都市圏20万人を一手に背負うことになった。 全国から120人ほどの医師が、石巻赤十字病院に応援に駆けつけ、当院職員とともに対応に当たった。しかし、災害医療の専門的な訓練を受けてきた医師たちも、かつて体験したことのない災害において、次々と新たな困難に直面する。特に、市役所の行政機能が、ほぼ停止状況に追い込まれたことにより、避難所の様子が、 まともに把握できなかった時には、石巻赤十字病院に大量スタッフを総動員して300カ所以上の避難所にいる約7万人もの避難民をしらみつぶしに調査するという前代未聞のローラー作戦を行った。避難所によっては避難した看護師等がかき集めてきた薬でなんとか医療サービスを維持していた避難所もあり35カ所の避難所では 震災から10日経っても、食料さえも確保できない事実が分かった。3月下旬になっても通常の5倍もの1日300人、ほどの患者が、石巻赤十字病院に押し寄せ、その多くは避難所の劣悪な環境による肺炎や、感染性の胃腸炎を発病していた。医師による、避難所の調査では、水がなくても洗えない、排泄物も流せないと、 劣悪な衛生環境の避難所が3月下旬、時点でも100カ所以上あった。石巻赤十字病院は、溢れる患者を、被災地以外の病院に転院させるなどの対応を、図る。災害関連死を含めた当院における死者は、地震後3ヶ月で264人に上る。震災時の院長である、飯沼和弘が、震災発生時の様子や対応などについて、 復興をテーマに2011年10月30日に開催されたカンファレンスティドキストホークにて講演を行っている。当該講演では旧北上川の過去の氾濫を鑑みて3メートルの森土をした上に病院を建設した結果津波の被害を免れることができたことなど当病院独自の様々な災害対策についてスピーチが行われている。なお、この スピーチの模様は YouTube で公開されており、閲覧することができる。なお、当時の医療社会事業部長は、在京大手メディアによる営業に対し、苦言を呈している。JR 石巻駅前、4番乗り場から都をバス。運行時刻は、宮城交通公式サイト、石巻地区路線バス時刻表を参照。なお、イオンモール石巻には、 仙台と石巻を結ぶ高速バス、仙台石巻線が発着。タクシー乗り場も併設。ありがとうございます。